エヒタナハの踊りの更新は、ルクセンブルクのエヒタナハで、毎年ペンテコステの2日後に行われる行事である。踊りの更新エヒタナハのバジリカ聖ウィリブロルドの像、ドイツ国境に近いエヒタナハは、聖ウィリブロルドのバジリカが存在するので有名である。ウィリブロイドは、アイルランドから、現在のベルギー、オランダに布教し、ユトレヒトの最初の主教となった。その後、 モーゼル地方に宣教、ダゴベルド二世の王女、イルミニアから、エヒタナ派を寄進され、修道院を建てた。この修道院は今は、ギムナジウムとなっている。また、聖、ウィリブロルドが埋葬されている聖堂は、1944年戦災により、消失し、再建された。毎年、ペンテコステの、オランダ、ベルギー、ドイツといった、近隣諸国からもグループが来て、 その数六百組以上と言われる。早朝の礼拝の後、先頭に聖職者、続いて合唱隊、その後に白シャツ姿の男性が横四列に並び、白いハンカチの端と端とをそれぞれが持つ。これは踊るときバラバラにならないためである。踊り手たちは三歩飛び、二歩下がりながら行進する。かつては五歩飛んで二歩下がっていた。 この踊りの意味は、イエス・キリストの復活に太陽が喜び踊ったからで、あるとも、太陽の中の神の子羊が踊るからだとも言われる。また、散歩は三位一体を表す。あるいは、夏に散歩進んで、冬に二歩交代する。また、異教に対するキリスト教の勝利と、諸説噴分である。踊りは軽快である。男性の次には、女性が続く。女性は、 ヒールのついた靴を履いており、飛び上がらず、頭を振り、肩を上下させる。この後一般参加の人々や巡礼者が踊りながら、進む。2時間以上踊り、聖堂へ戻って、一巡してから石段を歌いつつ登る。祭壇、地下室と回り、生遺物のところまで来ると、踊りは最高潮に達する。かつては病人も加わって踊り、死者が出たこともあるという。 踊りに関しては、ウィリブロルドが災難を背中に追って踊って布教したからとも言われるが、一般には1349年のペストの大流行の際に、この聖堂にも出る人々が増え、1374年頃から踊りが始まったと言われている。家畜の病気が流行った時に始まったとも、また8世紀にはすでに始まっていたという説もある。当時の災害。 戦争といった社会不安も熱狂的な制度詣でを引き起こした一因と思われる。このような話もある。ハンチントン病の妻を殺され、甘津さえ財産も親族が分けてしまっていた銀融学士が妻を殺害したという無実の罪で死刑になる前、フィドルを奏で、それに皆が共感して踊り始め、収集がつかなくなったのをウィリブロルドが止めたというものである。これは、 銀融詩人によってもたらされた物語の一つであるが、現在の踊りの更新は、この学習への贖がないの意味もあるという。また、ウィリブロルド自身が踊りを考案して広めたという説も、ある。かつては、キリスト教でも踊りが不可欠だったが、いつからか世俗のものとなってしまった。その意味でも、このエヒタナ派の踊りは注目されるものがある。 現在この踊りでは、ベネディクト派の感謝の歌が歌われる。これは、聖、ウィリブロルドへの感謝も込められている。踊りそのものは1450年頃から続いており、大変に歴史のある行事である。タイムによれば、ルクセンブルクを訪れる5つの理由のうちの1つ、である。また、ユネスコの無形文化遺産リストにも記載されている。AB 上田茂をヨーロッパの祭りと、 伝承1999年、講談社学術文庫、211-218ページ。ファイブリーズンズ2ビジットルクセンブルグ、ハットザホッピングプロセッションオブエクターノック。ありがとうございます。